今回の動画では世界のセールスマンの異名を取る名経営者森田昭雄を紹介していきます。森田昭雄は伊深勝とともにソニーを創設した人物。戦後日本の商品は粗悪品模倣品ばかりと言われていた時代に単身アメリカに乗り込みソニー製品を売り込む傍ら優れた外交能力でメイドインジャパンの素晴らしさを世界に知らしめた人物として知られています。希代の人たらしとして多くの著名人たちの信頼を勝ち取りソニーを小さな町工場から世界的大企業へと成長させた森田昭雄とは一体どのような人物だったのでしょうか。今回の動画ではソニー創業の裏に隠された若き技術者の友情の物語、スティーブ・ジョブズとの交流など彼にまつわるエピソードを紹介していきます。森田昭雄は愛知県名古屋市で造り酒屋の長男として1921年大正10年に生まれました。同じ年東京では首相である原敬が右翼団体に所属する青年によって暗殺。海外ではドイツでヒトラーがナチ党の党首となるなど第二次世界大戦の足音がひたひたと近づいてくる不穏な時代でした。そんな中森田は創業300年を超える名門酒屋の跡取りとして両親から幼い頃から帝王学を授けられます。しかし本人はラジオにはまり将来はラジオ職人になりたいと密かに考えていたと後年叙述しています。その言葉通り長じて森田は大阪帝国大学理学部で物理学を専攻します。卒業後も海軍の技術将校になれば徴兵を免れながら好きな機械いじりができると考えた森田は海軍へ入隊。そして昭和18年森田は日本軍が兵器開発のために発足させた科学技術研究会への所属を命じられます。この研究会で森田は自分の運命を変える人物と出会うことになるのです。その人の名は伊深勝、後にソニーの初代社長となる人物です。当時の伊深は兵器の電子部品を製造する軍需企業で技師として働いていました。軍人と技術者と立場は違っていても二人は馬があったようで共に意見を戦わせながら祖国のために新兵器の開発に従事しました。終戦後に再会した二人は昭和21年ソニーの前身となる東京通信工業株式会社を設立するのでした。その後市場を世界に定めた彼らはアメリカ向けにソニーというブランド名をつけて製品を売り出します。ちなみにソニーというブランド名を考え出したのも森田でした。ソニーといえばウォークマンの成功を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ウォークマンも伊深と森田の何気ない会話から生まれたものでした。伊深は周りに迷惑をかけずにステレオで音楽が聴きたいがヘッドホンは重いしコードにつながれると行動も制限されてしまうとぼやいたところ、森田はウォークマンの構想を思いついたそうです。音が進化した、人はどうですか。新世代ウォークマン誕生。 It's a Sony。 世界中の著名人を虜にした人たらし、それが森田昭雄の最大の武器でした。マッキントッシュや iPhone を世に送り出したあのスティーブ・ジョブズもそんな森田に魅了された人物の一人です。昭和54年日本にあるソニーの工場を視察したジョブズは社員が着ている三宅一生がデザインしたユニフォームについて、あれは何なのかと森田に質問します。あれは我々の絆です、そう答えた森田に感銘を受けたジョブズは三宅一生にアップル用のユニフォームを別注。結局アップルの社員らから反対されてユニフォームは採用されませんでしたが、代わりに三宅に100着の黒いタートルネックを作ってもらいました。以後ジョブズが自身のユニフォームとして一世三宅の黒いタートルネックを愛用し続けたのはご存知の方も多いでしょう。意外な交友関係で言えばマイケル・ジャクソンが挙げられるでしょう。なんとマネージャーを通してマイケルの方からミスター森田と話がしたいので何時でもいいから電話をくださいとアプローチしてきたそうです。その後は自宅に招き合うほどの仲になり、
森田を先生と慕うまでに。森田が病に倒れた時はマイケル自作のヒーリングテープが送られ、あなたは必ず良くなる、必ず話せるようになるというメッセージとともに、彼が選んだ静かな曲が収録されていました。このテープは森田が亡くなるまで6年にわたって毎日自宅で流されていたそうです。その他にもアメリカ元国務長官のヘンリー・キッシンジャーや俳優のロバート・ワグナー、ナタリー・ウッド夫妻とも食事をする中で、その交友関係の広さには驚かされます。もちろん海外だけではありません。森田が理事長となり発足した自由社会研究会、なんとこの会からは竹下昇、海部俊樹、畑勤、橋本龍太郎、小渕恵三、森喜朗、宮沢喜一と7名もの総理が誕生しました。その会をまとめ上げていた森田はまさに日本のリーダーだったと言えるでしょう。そんな世界に通用した彼の人付き合いの秘訣が、森田昭雄が残した次の一言に集約されています。相手を恋愛対象だと思って口説くように話せ。もともと森田は明るく行動的なナイスガイでした。趣味も多彩で、50歳でテニスを始めてのめり込んだかと思うと、60歳ではスキーに夢中になり、70歳を超えてからはなんとダイビングを始めたというから驚きです。そんな明るく活発な陽キャがまるで口説くように迫ってくるのです。気難しいことで有名なスティーブ・ジョブズも森田の口説きに魅了された一人だったわけです。ソニーのトップとして様々な場所でスピーチをする機会の多かった森田昭雄、ユーモアを交えてよどみなく語る彼のスピーチに感動して、ある部下がその秘訣を聞きました。その時も森田はこう答えたといいます。お前、女を口説く時に原稿に目をやりながら口説くか。その秘訣を聞いた部下、出井伸之は後にソニーの6代目 CEO となります。森田の部下から漏れ伝わるエピソードは他にもあります。並外れて活動的だった森田は、休日でもゴルフやテニスを楽しみ、雨が降っていれば映画を何本もはしごしたそうです。それでもごくまれに予定が入らない時間があると、何もすることがない、早く仕事を作れと秘書にせがんだそうです。仕事でもプライベートでも森田は時間を無駄にすることを何よりも嫌ったのでしょう。またある部下からこんなエピソードも。森田が某財界人を乗せてヘリコプターで移動することになった際、ついてはお前、ホテルでお迎えしてヘリポートまでお連れしろ、ヘリコプターで待ってる。そう指示された部下は客人を朝早くにお迎えしてヘリポートに到着したところ、すでにローターを回転させているヘリコプターが待機していたそうです。窓から顔を出した森田は、遅いじゃないか、2分も待ったと怒鳴ると、客を乗せてあっという間に飛び立ち、視界から消えていったのでした。穏やかにも見える森田ですが、閉めるとこは閉める。このメリハリこそが大事なのかもしれませんね。実際に部下にも恐れられていたようで、森田さんがあの独特な琥珀色の目玉をカッと開いているときは要注意でした。誰かの発言をきっかけとして、何かをはっきり言いたいときの前兆です。目をつぶってじっとしているときはつまらないからか、問題分析中の場合ですと顔色をうかがう部下も少なくなかったようです。最後に森田昭雄の名言を3つ紹介します。君たち、ソニーに入ったことをもし後悔するようなことがあったら、すぐに会社を辞めたまえ。人生は一度しかないんだ。欲がない人間、好奇心のない人間、そんな人に用はない。いい製品を作ったとしても、それだけではダメなんですね。ものを作るだけではダメで、その売り方も発明しなければ売れないんです。ということで、今日は日本の経済界に大きな足跡を残した森田昭雄の人となりを紹介してきました。このチャンネルでは引き続き日本を変えた偉人たちを紹介していきます。この動画が良かったと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。